福島第一原発で燃料デブリの試験的取り出しが中断している中、東京電力は今日、不具合が生じている装置のカメラ2台のうち1台を交換しました。交換したカメラは映像が正常に映ることが確認され、明日もう1台を交換します。また東京電力は今日から今年度6回目となる処理水の海洋放出を開始しました。放出量はこれまでと同じおよそ7800トンを予定しています。